ギャラクシーノート9はサムスンが開発、製造、販売したスマートフォンである。ギャラクシーノート8の後継モデルとして2018年8月9日にニューヨークで開催されたギャラクシーアンパクト2018で発表された。フロントオブザサムスンギャラクシーノート9ウィズスペックスディスプレイはアスペクト比18.59の6.4インチクワード HD。 スーパーアモレットディスプレイを搭載しており、それ以外の点では、サムスン電子が販売している、インフィニティディスプレイを使用したものと同様である。ソックは、米国、カナダ、中国、日本、ラテンアメリカ向けのモデルには、クアルコムスナップドラゴン845が、その他の国向けのモデルには、サムスンにキシノス9810が搭載されている。グローバルモデルには128。 または 512GB のストレージオプションがある。128GB モデルには 6GB の RAM が、512GB モデルには 8GB の RAM が搭載されている。日本で販売されているのは、ストレージ 128GB、RAM6GB のモデルのみである。すべてのモデルには、最大 512GB のマイクロ SD カードをサポートするマイクロ SD カードスロットがある。 ノート9には IP68 の防水及び防塵機能とドックなしでサムスンデックスをサポートする USB-C コネクタが搭載されている 3.5mm のヘッドフォンジャックとドルビーアトモスをサポートする AKG チューニングステレオスピーカーがある。本体の素材は金属製。ノート9には地域核に対応した高速ワイヤレス充電機能がある。 バッテリーは 4000mAh の容量のものを搭載している。ノート8にはノート7と同じ 3300mAh バッテリーが搭載されている。4000mAh バッテリーは以前は S7 アクティブ及び S8 アクティブに搭載されていた。デュアルカメラシステムには S9 と同様のデュアルアパーチャシステムを備えたレンズが一つあるが、二つの レンズはノート8と同様に横並びに配置されている。指紋センサーは仙台機種のノート8とは異なり、カメラに隣接するのではなく、SQ および SQ のようにカメラの下に配置されている。ゲーミング機能に向けた宣伝の一環として、ウォーターカーボンクーリングシステムが搭載されており、サーマルスロットリングなしで長時間のゲームプレイが可能となっている。 S ペン従来のモデルからの最大の変更点は S ペンである。S ペンには新たに Bluetooth 機能が搭載されており、ボタン操作でプレゼンテーションの前後への移動や写真の撮影などの特定の操作を実行できる。また、アプリには SDK 経由でサードパーティーのサポートが提供される。S ペンにはペンが本機の S ペンスロットに格納されている時に充電される。 バッテリーが内蔵されており、サムスンは40秒の充電で30分間の使用ができるとしている。ノート9は、ノート10および10の後継モデルに 3.5mm ヘッドホンジャックが付属していないため、3.5mm ヘッドホンジャックが付属するノートシリーズにおいて、最後のファブレットフラグシップモデルとなった。 アンドロイド8.1オレオベースのサムスンエクスペリエンス9.5が初期搭載されている。後に Android 9パイベースの 1UI 1.0へのアップデート、Android 19ベースの 1UI2 へのアップデートが提供されている。カメラソフトウェアはさらに改善され、20の異なるシーンを識別し、カメラの変数に必要な調整を行ってより良い画質を生成できる。 AI 新認識が含まれている。ありがとうございます。